選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。夜が更けました。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師。7番に白がぶっ刺さってます。7番、眠りのタクマ Z に白がぶっ刺さってます。把握ください。役職に関しては霊能はもう出てきてください。騎士はもう任せますと、まあ、役職に触れたんでまず一つクリア。私が、占いのカードを引いたので覚えておいてください。それは2週目の、考察で私が占いしていることを証明します。まあ、皆さんに問いますが、このゲームは、偶発的なことも起こる。なおかつ、己の投票が間違っていることも多々ある。なので、しっかりと一票一票に真剣にね、投票して、安易に投票せず。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。村人陣営です。まあ、直近の4番さんからやけども、占いでトップバッターで出てきてすごい偽っぽいなと思って、でなおかつ全部出てきてくれ出てきてくれ出てきてくれと、なんかすごい人外思考というか狂人っぽいなと思っているところが正直なこと。それと、投票の重みっていうのは十分分かってます、うん、ただ、それを訴えるんだったら、あなたが真を勝ち取るって言い方したよね。じゃあグレース検査しっかりしてもらわないといけないし、じゃあどういうことを落としてくれとかっていう方が大切にした方がいいですよ、うん、だから4番の印象はめちゃくちゃ悪いです。まあ盤面出てからとは思うけれども、うん、そこで出てくる意味っていうのが僕もよくわからないし、うん、まあ、まあ出方でうんぬんって叩くっていうところっていうのが、まあ、どういうふうに思うか逆に4番さんには聞きたいなっていう、はい、まあ、4番さんに対するところはそう。だから僕も言ったようにどういうことで、ね、怪しくなるのか理由付けっていうのをしっかりしてください。6番のプレイヤーが発言します。はい、僕は、霊能者です。でなんか5番さんが4番さんに対していろいろ言ってたんですけど、まあでも4番さんのその位置だったら、役職、出てきてっていうのはまあ別にいいんじゃないでしょうかと思うんですけどね。そんなその発言だけでなんかそんな新切りすんのかなと僕は思いましたけど、あ、僕霊能ですね、のちゃっちゃか出ちゃいます。まあ現状占いもね、霊能も対抗ないんですけど、まあほとんどないと思うんですけど、もし霊能対抗出てきた場合っていうのは、決め打ちはやめてくださいね。ローラーにしてください。僕から妻に置いてほしいですけどね。相手から釣ってもらってそれで色見るんで、でどっちの陣営か判断してから、はいって感じで、まあそんな感じですね。別にまあ何が言いたいかというと、別にそんな4番さんのあの発言黒かったかなと思いました。以上です。7番のプレイヤーが発言します。ちょっとね、俺4、6お互い人狼あるんじゃないかなと思ってる。4番さんの位置って俺は潜伏して人外から白もらいに行った方がいいと思うから、4番の人狼ってちょっとありそうで、5番さんの4叩きがちょっと真っ当すぎて、5番さんがすごく白い、だから5番さんを釣りたくないね、初日で。6番さんもなんで1周目から出てきたんだ、対抗出る前提で言ってるんで、6番も偽っぽいかなと思ってるから、正直5最白の4、6お互い黒いって感じですね。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師です。7白です。ランダム7白把握お願いします。そうですね、まあ、対抗の、4番さんは置いといて、5番さんって4番さんにすごい触れてて、4の印象がめちゃくちゃ悪いって話をするか。4の印象がめちゃくちゃ悪い、印象悪いんじゃなくてめちゃくちゃ悪い、だからもう 5番さんってもう4番さんを確実に死んで見てないと思っている。で7番さんも触れてたんですけど、4、6の陣があると思う、俺もあると思います、はい、必ずあります。はい、まあ4番さん、6番さんってなんか座られに来た狂人っていう感じするかなっていう感じ、
そう取れるかなと思ってる。で、騎士に関してはもう任します。はい。それぐらいかな、とりあえず。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、4が占いで出て、8も占いで出て、7にしよう。うん。で、なんか4に対する評価ってのが、5、6で、なんかすごいね。正反対で。すみません。5はなんかもう初週からめちゃくちゃいただいて、6番さんはなんか 結構ね、変わってる感じがあって、ただ現状ね、まあ6の対抗出てないんでね、なんとも言えないんですけど、なんか6のなんだっけな、あれが気になった。なんだ、なんかね、すごいなんか対抗出てくるのが分かってるかのような、ね、なんか言い方してたんでね、もしかして。なんか語ってんのかなと思いましたね、6は、霊能を。だから、まあ、4、6普通にあんじゃねえのって思ったけど、すいません、ちょっと喉が。1番のプレイヤーが発言します。はい、私が真の霊能者なんですけれども、9番さん、46に見えるんですか？ちょっと46に見える視点だけはわからないかなっていう感じ。確かに6番っていう人物が5番叩きすぎだなっていうふうに嫌悪感を示してるから、46ローローかもしれないけど、もしその状況下だった時って、9番さんって、じゃあ、俺、最噛強まにれなるるってやん形で、け。6番対抗出ることを知っているような形の、あ、なんか気になるな、その発言。ワンチャン、これ、9番さん強人の新郎新を見させてください。まあ、対抗の前提出ることを言ってやっていて、知覚想定時の発言をしていない6番さんを偽って言ってるこの村は強いなっていうふうに思っていて、8番さんと7番さんがそのまさにそれに当たるかなっていう感じ。8番さんはこの状況が隠し城を作るっていうのもあんまりなんか狼にもないって言ったところ、ただ8番のケアしないといけないのは4番に人を知ってる5番人物っていう形もあるから、8番さんに関しては5番さんに対しての精査は境界集みたいな形をせずにちゃんと精査を深めてもいいかなと思ってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。いやはー、まい、よとろましくれお願いします。まあ、別にいいです。まあ、そうですね。7番さん人気者ですね。まあ、普通にやってると、1番6番だったら6番から釣りたいなって思ってますね。なんか6番が、それ前の人も言ってたけど、対抗ゼルで限定で話してるのが結構違和感かなって思ってたから、もう6番から行こうかなって思ってます。なんか占い主義だったら4番、8番だったら4番の方が偽っぽくて、理由はなんか出方なんとかよりも、なんか4番線で偶発的なことが起こることもあるって、それ何人目線で話してんのって思ったかな。偶発的なことが起こるって、なんかちょっとよく分かんなかったですね、思考が。はい。なのかな。まあ2周目、発言聞いて、怪しいなって思ったところは言ってきます。いいと。3番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。16だったら6が偽物じゃないかなと思ってますね、現状。あ、まあ1が怪しいところもあるか。1が怪しいところは、46の否定を9番さんにしたんだけど、7番さんも46ローローとかあるんじゃねって言ったから、だったら7番さんはどう思ったのかっていうのはあるんだけど、俺は46ローローも別になくはなくて、まあだからそこはいいんだけど、9番さんがなんかね、その46は、じゃね、56、4の評価が56全く反対って言ってるんだけど、そんなことないと思うんだよね。5番さんは、4番さんをすげえ叩いたけど、6番さんはフラットに戻しただけで、全く正反対っていうふうにはなっ4番のプレイヤーが発言します。おいいえ、あとは出てこないですが、まあ、61は引き切り殺しますか、村目線。まあ、今のところは1が死んだと思ってますよ。まあ、9番がね、ごほごほ言いながら46って言ったんですけど、46はさすがに村目線。まあ、いいんじゃない、見えないね。私は4番なんで、なんとも言いませんが、この占い師と霊能で46なんて見えるんでしょうか。で、
3番に関しては4、6あるかもって濁してたんで、本当に見えますかね、そんな視点。そうだな、まあ6番を人狼と仮定すると、まあ違和感のあるのは9か3ですね。5番に関しては私をそういった目線で見てましたが、奥底には精査する意欲が感じられましたよ、なんとなくね。まあ印象悪いのは当然ですね。まあ一応6と1の話を聞いて、偽っぽい方から投票しましょう。現状は、1の、9への視点がいいからね。まあ2番は普通かな。普通だね。偶発的なことは起こるから、何目線かって言うたるよ。そう、俺が占い師だから占い師目線になるね。5番のプレイヤーが発言します。シントリに気づきないなっていう感じしかしないんで、4番さもう、もっと4番視点って言ったら2番の印象って悪くなるはずだと思うんだけど、取ったとこってそこじゃないでしょ。4番さんの一番言いたかったっていうのは投票大切にしてっていうことだけが最後しっかり言ってたのか、それに対して違うことを言ったのか、これどうしよう。4番さん視点に対するっていうところおかしいよなと思うから、2って死ぬのも白すけしたりなのかなと思っちゃった。みんなに言うのは、僕4番が強靭に見えたのね。だからそれっていう要素っていうのは全部出てきてっていうところ、だからそれに否定したのは6番、ね、だから逆に言うと6番が強靭で4番っていうところを黒く感じて、それの擁護に来たのかなっていうところ。ただ1番という視点が9番を強靭に置いてっていう視点、4、6、ロー、ローと黒囲いっていうのがあるかもしれない。じゃあ8番の視点っていうところを絶対的真に置くっていうところ、標準使用したらやばいよ。標準使用したら結論から言うと1、6は切ります。当然僕の思考から言ったら6の方から行きたいなと思っているところ、グレー1が怪しいって思ってる、占い師っていうのは今のところ4番っていうのが強靭にどうしても見えてしまっているから、8番の精査っていうのが4と6を黒く置くっていうところっていうのが僕はそこは分からない。これは7番派生から始まってたから、黒って言えば僕は、人狼っていう扱いに発言を聞くから、そこのところの違和感っていうのはすごく広くおります。だからそこのところの視点更新は8番だしねっていうことですな。だから2番さんが、4番さんが2番さんに触れる触れ方っていうのがすごく違和感かなって思ってるから、霊能心境で4がロジックと考えるときに、6番のプレイヤーが発言します。いや僕もねちょっとそれ思ってたんですよ。5番さんちょっと6-1はもちろんローラーなんですけど、釣り切りで決め打ちはやめてほしいんですけど、ちょっと今日2番さん行かないですか。まだ騎士出てないじゃないですか。もし2番さんが騎士だったら出てきてもらいたいですけど、騎士いないですよね。これ2つって陣内の1番さんが何を出すかちょっと見たいですね。まあ、僕もちょっと2番さんの色見たいっす。これ2から行きたいっすね、僕はね。いや、ちょっとね、おかしいなと思ってたんですよ、僕も。はい。ちょっとこれね、僕2番さんから行きたいっす。どうすか。いや、もうその後も6-1もちろん行ってもらっていいっすけど、なんかおかしいなと思ってて、今日2つって、6-1、その後4-8をやっていけばいいんじゃないですか。一回でもグッジョブ起きればもうこれ勝ちっすよ、はっきり言って。騎士出てないんだよね。全然イージーな。7番のプレイヤーが発言します。ちょっとわからんな。騎士出た方がいいと思うよ。22陣形の騎士誰？俺騎士じゃないからね。騎士出ないんだね。いやね、俺5番さんが潜伏占いだと思ったんよね。4叩いたから。だから俺4ローと見て5番さんを白く言ったんだけど、5番さんが2周目占いで出ないならちょっと臭いな、あの発言は。だからちょっと5番が黒いかなと思ってる。で、俺がちょっと4、6人狼追ったんでな、8番さんって俺隠し色にしたような気がするんだよね。4、6追わせるために。だから8番さんもちょっと怪しいかな。まあちょっと6の方がグレーから行こうとしてる時点で新芽があるから、今日は1から行こう。
8番のプレイヤーが発言します。はい、村の方々よく聞いてください。霊能です、霊能です。占いから霊能すらです。はい、あの霊能、霊能さん仕様になってるんで全部釣り切ってください。間違いなく、人外2人絶対釣れるんで、はい、あの霊能さん仕様になってるんで、はい、絶対釣り切ってください。で、4番さん占い確でお願いします。はい、6番さんの言う2から行きたい発言絶対ないから、うん、絶対ないから。4番さん分かってる、占いの話分かってるで、うん、4番さんも占い近くやん、うん、6番の言う2から行きたいよ100ないよ、うん、俺ら村目線で絶対ありえへんや、うん、6番さん目線2しようやったんやから絶対霊の釣り切りやから安定進行で、うん、ほいで1周目に6番さんって自分から行かないでほしいですって言ってたよ、対抗出てきたら、うん、でそこで2位なん、うん、ないやろ。ほいで、今の状況で絶対騎士でやんといてほしいですね。で騎士は絶対4番を守ってほしいです。はい、でも、もう4番占い確なんで、はい、お願いします。それだけです、以上。9番のプレイヤーが発言します。うん、6のあの時点でのまあグレーズリってのはまあ分かんなくはないんですよ、霊能だったら。分かんなくはないですけど、まあ3仕様になっちゃった以上は、うん、釣り切りですね。釣り切りで、じゃあなんで6があんなに2を押したかっつうと、なんでだろうな。なんか結局なんか2のどこ怪しいと思って釣ろうとしたのか、6番で言ってないんですよね。で、直前の5番さんがなんか2をすごい言ってて、うん。それに便乗した形みたいな、そんな気がしたから、なんか5、6ってなんかあんのかなってちょっと思ったけど、まあただ乗っても6の雑な便乗にしか見えないから、そこまあつなげるのは雑かなとは思うけど、うん、まあただ6が人狼だったらまあ、うん、2はないなって感じかな。なんなんだろうね、うん。そう、まあとりあえず釣り切りでいいんじゃないですか。6、8、1の。うん。それで勝てるんじゃないですか。うん。で、誰が。ん？名は足りるよね。仮に、狂人、神、人狼で、神と狂人を2連続で釣ったときって名は足りますよね。その後最後順番的に最後人狼がもし来たときでも。どうなんでしたっけ？ちょっと計算詳しい人。お願いします。グッジョブを着てない場合ってことでお願いします。1番のプレイヤーが発言します。なんかさっぱりよくわからないんですけれども、霊能って対抗私6番さんだけという認識でいるんですけれども、そこら辺がさっぱりわからないんですけど、8番さんが4番に護衛をするとかよくわけながら発言してるんですけど、8番さんあなた何者ですか？はい、8番さんのがめちゃくちゃ変になりましたね。2周目の発言っていうのは5の段から4の対しての殴りっていうのに関して、そう、正直私もなんか5番さんに関しては正直、まあちょっとわからない、5、4の論ライン切りとは思ったら4番手において5番さんに対しての精査が本来だったら及ぶはずなんだけれども、9、3に向けたヘイトの向け先がちょっとよくわからない。7番これ強靭ですか？ 6でも4番、6番のヘイトの向け先が2番なんですよね。なんだったらグレスケ最上位だった2番さんに対してヘイトを向けていく感じが4番、6番の狼には私の中ではつながり得ないと思うけど、4番はどちらかといったら9番と3番に怪しむ視点を持ってたから、だからわからないなって形だから、やっぱり6番の色を見てそこからの精査が決まるかなっていう感じ。8番の発言がさっぱり意味がわからなくなってきてるので、9番もそれに対して8番に対して何も汲み取る様子がないことから、8番にせ9番なん何者なんだろうなっていうような感じが正直今の発言から浮かび出たっていうところが本音です。はい、まあとりあえず6番派生と私2番の色っていうのは、まあ、ここら辺ライン切りに関しては追わないといけないかもしれないけど、私は違うと思ってる。2番はグレスケス最上位です、私の適切視点においての。はい、まあ、3番の指摘もまあ真っ当かなっていう感じは思ったんだけれども、確かにそこ7番に言及してなかったのあったねっていうところはあったんですが、話はよく聞いてるけれども、結果的に6に行くのと占い師の精査がちょっとだけ起こさなかったっていう印象がありました。6とりあえず6の色を見させてください。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。まあ霊能釣り切りましょうか。8番がほぼほぼ真に見えてます。8番狼だ、あの
巨人の時なおさらすらしなくていいと思ってるし、8番が狼の時4番8番で結構8番の方が芯が高いって言われてるのか、8番がすらする意味がないなと思ってるか、おおむね8番が芯かなと思ってます。だから1番6番のねローローって見えないんだよね。だって1番って6番に対6番をなんかめちゃくちゃ殺しに行ってる人物だから、なんか1番6番の狼はないと思ってるか、グレーに1匹1匹ね、狼がいると思ってるんだよね。だから馬さんはね、締め切り黒を探してほしいと思ってる。締め切り黒を探してくれって思ってるんだよね。まあ私のことは占わないでほしいなって思ってます。はい。だから4番は私以外のところで1匹狼を3、5、9、ここで1匹狼見つけて、はい、お願いします。それでいいと思うんだけどな。おおむね8番、あ、私のね、今見えてる点で6番狂人、1番狼、8番神かなと思って、8番1番の狼も見えないかなと思ってて、1番が私に対してグレースケ最上位って言ったけど、私グレースケル1個も落としてないから、占い神技と霊能神技しか落としてないから、グレンセザ1個もしてないから、ちょっと違和感かなと思ったかな。はい。以上。3番のプレイヤーが発言します。これ86やろ、まあ、今さらスムラといっても1番さんはすり切りでこう入れてしまうとは思うんですけど、1番さんって一応聞いておきます。霊能なんですか村なんですか、チャットでやっていただけると助かりますね。なんか村みたいなこと言わなかった。まあいいや、じゃあどうしようか、記録どっちから行こうか。もう俺も8が死んじゃないかなと思ってますけどね。ああ2番さんって6番さんがその狂人1ローみたいなことを言ってましたけど、6番さんが狂人だったら2番さんをこう釣り寄すってやや変かなって思うんですけどね。だから6番さんがローじゃないかなって俺思ったんだけど、違うのかな。まあでも6番さんがローだったら確実に2番さんで白いっすよね。まあもちろん1、6行くんですけど、残りはどこにいるんでしょうね。俺目線5、9なんですけど。まあ6がローだった場合に、ね。2番さんもゼロではないかっていうふうな、なんか6がローって言ってくれた方がややしっくりきたんだけどな。まあでも1が変なことやってローの可能性もあるか。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石。釣れたよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番1番の遺言を発表してください。いや、正直私が釣られる理由はさっぱりわからないんですけども、8番のまず固定がよくわからないです。その状況がかつ8番が霊能事象を釣るってことですか。そこがまず私がすっきりこないんですけども、そうじゃないと8番が人外になって4番が真という構図になる。必然的に騎士の護衛択は4番一択になるわけなんだけれども、いずれにしろ8が人外が分かっていて6番という人物も人外になる。その状況がさっぱり私の中で見えてこないんだから視点が全然つまらないです。6の芯って切れるはずなんですけどもね、2を釣りましょうって言って騎士を炙り出していく構図22陣形であって、かつそこでグレーから行く7番という人物の思考が分からない状況か、でも7番が隠しろって言ったところでも進路進路もあるのかなっていうふうに思っていたんだけれども、視点がさっぱり私の中で伝わらないです。ワンチャンこれ荒らしてもいるんですかっていうレベルなんですけど、私の中ではガチガチ死んだんですけど。いやで3番も結果的にスケールが 2番と6番の否定があって、6番狼視点だったけども3番の投票先は一応6いったけれども、2を何で見ていたとき、2番が弾けたときに違う人物とかもうちょっと提示すべきだったんじゃねえかなっていうふうで思っています。
いや、これおかしいっしょ、俺が詰まられるの。6票入るって何事？はい。いや、さっぱりです。私が釣られた理由。いや、俺、グレスケ一番上げてた。あ、ごめんなさい。2番さんはそこら辺、グレスケ出てるかも。精査ね。そこら辺の言葉遣いは間違えたっていうので、必ず引き切ってください、6番を。で、8番が何者を起床するのか、まだ定まってないので、はい。それをまだ語らもせずに、8番が霊能自称してるんだったら、この村、かなりやばいことになるんですけれども、タッチが死んで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。一番占いで戻るんやね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。4番守らへんかった。どういうこと？どういうことこれ。で、1黒で、6番さんが石7万ぐらい。9番が石で7万ぐらい。で、なんで7万ぐらい？ 7 万なんで。じゃ、9人目高い人ですよ、この人。6番の評価っていうのをグレーズメ盤面から行くって、22番面でグレーズメから行くなんて、個人しか言わへんような言葉をこの人言ってるから、この人めちゃくちゃおかしいなと思ったら、なおかつ5番にしてもって言ったんでしょ。でこれってなんかおかしくない、この村。ほんで、6番が1番が白、で8番が黒、うん、盤面的に言うと8番が出てくる意味がないかなと思ってるし、7番の、6番が白い理由っていうのが、グレーズメから行くっていう思考っていうのが、標準の思考しかないんじゃないかなと思ってたし、5にしても持ってくるのも全く分からへんかった。それを4番、鉄板護衛でしょ、9番さん。どういうこと、それ。7って守る理由って何？数村って言ってるんですよ。2番さんとかじゃなかったの、これって。私絶対占わないでくださいっていう発言からっていうことじゃないの。何これ言った ?9 番。どういうことほんま。とりあえず例の絶対追求。8神決め打ちとかっていう発言とか残す人はやめてくださいねってことは落とさないと思って。4の結果がないっていう以上、めちゃくちゃな村になってしまったなと思ってますよ。はい。2番さんはなんで私おなかにって言ってたのかなというところだけ、そこだけ気になってます。6番のプレイヤーが発言します。いやー、1番さん白かってことは、1番さん人狼の、まあ4番さんはもう1人なんで、7番さん白かくで、まあ1番さんが狂人だから7番さん狂人はないってことは、もう8番さん人狼の9番さんが騎士で、235の中にいるから、まあ、あとはもう235で釣り切って終わり、釣り切りじゃないな、とりあえず68釣り切って、235の中で見ていきたい。いやー、どうだろう、なんか一人ぐらい色見たい。うん、やっぱり見たいっすね。僕は2番さんの色が見たいなと思ってるんですけど、ダメっすか、これ。その後、68釣ってもらえれば、はい。ダメ？7番のプレイヤーが発言します。これちょっと9番さんがあれだね、変態声したからこれきつくて、俺もう6番が強アピにしか見えないね。ニツリでも8が新すぎる。8番別にそのまま残って4噛んでもいいから、もう8の芯ってめちゃくちゃ高いから。で、一郎でしょ。俺一郎折ってると思ってるんで、六強の一郎、八神だった時って、ここで六釣って、八釣ってって言ったら多分ね、これきついんよね。四噛まれてる以上は。だから、ニナはちょっと俺もう、二だけ外そうか。2番さんなんか昨日ファッションあったから、2だけ外して、2番さんってなんか騎士目でわざと、占い避けようとしたとこは逆に印象がいいから、
俺5番さん行って明日3番さん行こうか。ニナは行けるよね。1で黒だって今日5番さん行こう。5番さんちょっと占いフラグ打ってて出ないのがちょっとおかしいから、うん、今日5釣りで行こう。もうちょっと霊能に縄使う余裕なくなったよ。4かまれたらいい。9番さん今日5釣りで行こう。8番のプレイヤーが発言します。9番さん何やってるんですか。俺4番守ってくださいって言いましたよね。あの騎士、騎士出なくていいんで4番さん守ってくださいと言うたんですよ。なんで守らないんですか。明らか俺が偽やったらあそこで俺が霊能使用する意味ないんですよ。深夜から出るんですよ。あそこは一番苦労してるんで6強人なんですよ。うん、その7番さんの言う変態声やってるんですよ。9番さんってなんで4番守らないんですか。4番って絶対どっか占ってたんで、ここで占い、また落ちるんですよ、結局。じゃあわざわざ、まあここでグレーの235に行く必要ないんですよ、正直。で、異能順番安定進行で68から釣り切れたんですよ。キューバさん何考えてるんですか、マジで。しっかりやってください、マジで。で、7番さんが4番さんに白出されてるんで、ここで、まあ、7番さんの教授ももうないんですよ、正直なところ。村の方たち分かってますか。9番さん分かってますか。9番さんじゃあ今日どこ行くんですか。この状況で村を追い込んでどこ行くんですかって俺聞きたいんですけど、もうほぼほぼ価値格番組。一らあんな偽の発言やったやん。八が何者か分かれへんで、いや1目線、もし1が死んで訴えるんやったら8が偽って言い切ったらええやん。うん、意味が分からんやろと思ってるけど、以上。9番のプレイヤーが発言します。いやー護衛ミスったな。いやさすがに4いかんだろうと思ってね、ちょっとやってみたんだけど、いやチンチンだね。まあまあ8番さんそんな怒んないでくださいよ。次が成功させるんでね。あ、7番さん5から行きたいって。うーん、5か5、そ、確かに5。じゃあ5から行くか。うん、で次3。でもなんか7番さんが2弾くのがよう分かんなかったな。いやいいよ、5から行って、じゃあ6、8が色見てくれりゃいいんじゃないですか。このグレーの色見たいっていうのはまあ確かに賛成なんでね。全然ありっすよ。はい、じゃあ5から行きましょう。でまあ次の日ねやっちゃいましょう。2番のプレイヤーが発言します。何言ったんですか。いや私はね、途中7番が隠し色になりました。 2番目で7番が騎士を出そうとした構図が、あの強靭を噛まれたくない隠し色の騎士かと思ったんよ。7番が騎士かなと思ったんだよ。でその時ってまあ私ね、自分のことがね、スムラって分かってるから、まあ、その時はさ、普通にさ、霊能を釣り切ったら、7番が強靭だったら霊能を釣り切ったら勝ちだし、7番が騎士だった時、4番が3番、5番、まあ、9番もグレーにいたが、いやー、占いは勝てるやんって思ったんだけど、9番、マジ、いやー、マジかーって思ってるよ。だって、占い近くしてんだもん。もうそもそも出てあげて4番の占い狭めてあげなよって思ってるから。なんか微妙だなと思ってるけど、ラストオオカミは3番だと思ってる。私はね、なんか5番が4番、私5番に多分疑われてると思うが、なんか4番が噛まれた時の5番の発言めちゃくちゃ村っぽくね？村っぽくね？って思っちゃった。だからラストオオカミ3番だと思う。まあ、これごめんだけど占いが噛まれてる状況釣り切りますね。6番。8番の芯が高いけど、これごめんだけど釣り切るわ。もう9番早く噛まれて。はい。6番いきます。3番のプレイヤーが発言します。9番さんは、かっこつけたかったけど、もうこれ以上言っても、あげ取られても別に何の意味もないから、それ必要性ないんですよ。というふうに考えると、8番さんもわずかにちょっとあれなんだよな。だって8番さんって1の黒が見えたんでしょ？だったら1の相方を言うべきじゃねっていうふうにちょっと思っちゃうんだよな。
なおかつ今の2番さんって結構怪しかったよね。だって5白くね、だから3番が狼だとラスローだと思うんだよねみたいな感じなんだけど、そうなるかこの状況で。単純に5が黒いから5、3が黒いから黒とかな、わかるけど、5がすごい白いからまあ3、まあそうか。でも霊能とかだって中にいるかもしれないし、霊能二郎構成かもしれないし、やっぱ2が怪しい気がするな、5より。で、霊能釣り切りとグレイクっていうのは両方、まあ、意味があるっていうか、両方それぞれ捨てがたい選択肢かつ両方それぞれリスクがある選択肢だと思うんだよね。5番さんっていうのはやや霊能よりか、で2は霊能よりか、あ、だからそうするとどっちもそこに老がいる可能性が高いっていうことか。俺5だったら2の方が来てるけどな。全プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですって？怒りますよ。6番のプレイヤーが発言します。あの明日あれでいいんで、霊能ローラーでいいんで、今日はとりあえずグレーから攻めた方が僕は、ね、いいと思うんですよ。はい、その方がね、あのね、もし僕が本当に霊能だった時ってのは勝ちやすいですよ。5番のプレイヤーが発言します。なので6の2セット分かったと思うんでしょ。1の白結果持ってるから8が黒なわけで、自分釣られたらどういう状況になるかっていうことっていうのを6番っていうのがちゃんと明確にしないといけないし、7番っていう強人名っていうところ2番さんちゃんと拾ってたやんか。その通りやね。だからあの盤面で騎士出そうとするっていうところプラス、22盤面で6番っていうのがグレーの2番から行くっていうところを白いって言ってる。それを僕の黒要素という形で取ってるわけでしょ。それの発言から8番っていう人狼が、7番の強人っていうところを見抜いて、それで、シンメトリーに来たっていう構図しかないと思ってるから、9番っていうのはそこのところしっかりとこの盤面で3号釣り切りなんていうことなんて言ったら、もう9番は7、8っていうところの人外に、めちゃくちゃやられてるだけの話だから、それしっかり視点更新してよと思ってる。単体で俺の言ってることが9番おかしいんかって。そこのところ、7番と8番が、なんか、特に7番やわ。7番が勝手に言ってるだけやんか。6番の2セット絶対。全プレイヤーの発言が終了しました。これ6番で終わったらやべえな。投票が終了しました。釣れたぞ。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。だから6の陣が今の発言で何で終われへんのかなと思うわ。この段階、だから村がここで釣る、グレーを釣る進行なんかありえへんし、絶対霊能釣り切りやろ。ローラーなんか長らく足らんやんか、6番。そこのところっていうのが、一白結果からそのところっていうので、何通りに投票なんかされるのかなって。おかしすぎる。うん。9番おかしすぎる。うん。何を考えてるのかわかんない。うん。変態声うんぬんとかっていうレベルじゃないわ。7番に丸め込まれてるやんか、完全に。22番面でグレー詰めからするっていう人、一体誰かって9番さん、次の次の発言ちゃんと言って。うん。おかしい。夜が更けました。よし、2行こう。2行くぞ。2行く。2番を俺が持っていく。
けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8球番のプレイヤーが発言します。え？ 6 番さん、それはまずくないですか、その紙道。なめぶすか。え？いや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 。普通に、あれでしょ。騎士神来るでしょ。どういう紙道？なんで止まれんかった？一応守ったけど。うん。なんで八冠なんですか、6番さん。ちょっとこの紙道は予想外でしたね。うん。まあ、俺に誘導してもらうためやろ。僕行きます。いや、俺に誘導してもらうためやろ。はい、まあ。これで、八神でしょ？じゃあ、霊能が、新京老だったってことじゃない ?6 番が、じゃあ、ラスト狼で、八を噛むメリットってないと思うから、そうなった時って3番さんなんですよ、人外がね。3番目線で昨日、なんで5に行けたのかが、私はわかんないんだけど。7番の若干の強人目だったあったよね。それを言ってるんだけど。はい。どこ行きます？どこ行って終わんなかったら3行きます。これしかなくない？ 6 番のじゃあ、偽要素って、なんか昨日さ、8番が1クロ出した時にさ、6番って、あ、1人狼なんですね、みたいなこと言っとったよな。ちょっと、これアルティメット TLPT のやり方だから、これ6番さん TLPT のあれじゃん、はい、6番釣って3番釣ります。これでゲームが終わる。これ TLPT の見てる人じゃない？こういう紙できん。それ以外なくない？3番が2番に上げてる人外要素って何？一体何？私は全然よくわかんないんだけど。7番が強靭ムーブを取った、なんか、騎士かと思ったんよ、私は。いや、だから、4番が5番、3番、どっちからなればいいって思ったんだよ。はい。6番行って3番行きます。以上。3番のプレイヤーが発言します。あなたの人狼要素は、まず6番ってそこがおかしいわけじゃないでしょ。6番の最大おかしいところは、1回目、1番さんを白って占ってるんだったら、5が白黒どっちだったらわけでしょ。なんでそれを言わない TLPT。6も完全な偽物ですよ。もう当然6も行きます。TLPT。で、2番さんっていうのは、そこを指摘せずに、それもすごく大きなやつなんだけど、なんだ前日の発言で、なぜ俺はシアター殺さなかったんですか？五三だったら三点だったら俺に行けばいいじゃん。なんで？俺は五二だったら五行きたくねえ。だから二って言って二投票してんですよ。それが普通ってもんじゃないですか。なんで9番さん二とか守ってんの？これ人狼だからこいつ。こいつって言い方ない。2番さんは。もう可愛らしい2番さんは。可愛らしい2番さん、人狼ですよ。うん、あ、6いきます。6番のプレイヤーが発言します。当然のごとく、8番さん黒だったんで、2、3に人狼が1人いるんですよ、これ。2、3のどっちかにね。だから、僕釣ってもらったとは、2、3、あ、でもね、やっぱり2なのかなと僕は思いますよ。もし僕が偽だとしたら、8番が死んで1が黒で、僕が黒になるわけだから、8目線で、8が死んだら、ゲーム終わりますよね。TLPT。もしこれでゲーム終わんないんだったら、僕が2に行ってほしいかなと思ってて、正直これ村遊ばれてるってちょっとわかんないですかね、少し考えたら。なんか結構狼に遊ばれてる状況なんですよね、これ。はい。もう一人いるんですよ、兄さんのどっちかに。どっちがやってんだろうなと思ってるんですけど。でもね、やっぱ僕は2をちょっと信じたいかなって思いました。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、これ8噛んでる時点で8が死んね。8が死んだから1が黒ね。
で、16人狼ってないから6が強人ね。俺もう8の芯が高かったから1黒がほぼ濃厚でしょ。ってなると6が強人で、ってなると昨日グレーから行かないと、まあ9番さんが4グッジョブできてたらよかったよ。あのレイロラでも。9番さんがちょっともう4かましてる以上は、あの8を決め打たないと悪かったからグレー行ったのよ。で、昨日俺3番さんがグレー行けたのめちゃくちゃ村側だと思うよ。だって、狼ってレールラに持っていきたいから、それを5番さんに行けた俺3番さんが白いから2番さんだわ。2番さんって5に入れてないから。あの、明らかに6から釣って8まで持っていきたい2番さんが人狼だ。昨日グレー詰めたら2縄使えたのね。6を強陣置きして8進置きした時ってグレー行ったら2縄使えたのよ。そこを2番さんって6釣りをしたとこ、レイロラに持っていこうとしたのが臭いよ。だって6行って8行った時って最後1個しか使えないからね、縄。それよりも俺はグレーを2個詰めた方が絶対いいから。あの3番さんは昨日5に入れたのが白いから2だわ。ここはもう強陣残して勝負に行くよ、2釣りね。全プレイヤーの発言。私はただの石、私はただの石、私はただの石。わあ、来た。TLPT 見てる俺しかできない、これは。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。いやゆっくりやればよくない？ゆっくりやればよくない？何がダメなの？何がダメなんだよ。はぁって思ってんだけど、じゃあ、いやファンがただのスムラ？普通にさ、1周目の段階で7の強人目あったじゃん。普通、5番の思考が人間だと思うよ。6番、8番、1番釣り切って。はい。はい。もう言うことないですね。なんでそもそも、性能を釣り切らない思考になったのかがよくわかんないですね。はい。看板にこいつ人外って言われたけど、あんたスムラだったらマジやばいよって思ってます。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやーこれハチカミはナイスだわ。 TLPT 見てるでしょってちょっと言ってあげよう。いや TLPT やるんよね。俺も一回人狼殺でやったことある。で勝ったこれね。一回夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。え？ちょっと待って。何これ6ご主人じゃないの？俺強人だから6のご主人守ったんだけど、しかも聞きしないの透かしてグレー詰めて俺目線16人狼が見えたから、何これ9乗っ取ったの8が騎士か。もうまあいいけど自投与します。9番のプレイヤーが発言。え6じゃないですかこれ。なんで6噛まれた？てかさっきから騎士なのになんで狙われないのかがわかんないんだけど。これ、舐めっぺされてますね、完全に。3番さんに。いやー、辛いわ。9乗っ取ったな、これ。8が騎士やろ。勝ったというか、もう6釣って終わりじゃんと思ったんだけど。これ8騎士だわ。うん。釣り切りで勝ちだと思ったんだけど、3だったんすか？いや、8が来た。いや、これ素直に。9変われんの？素直に6言ってたもん。どっちにしろ2、3の精査になってたか。なんで8、4、5やったんやろ。うん。
まあでも結果的に3番さんが人狼ってのが分かってよかったって感じかな。以上。まあどういう場面か分かんないけどね。嵐がいるこれ。3番のプレイヤーが発言します。9番はなんでよかったってことになるの？だって7が強人で自投票するって言ってなんでよかったってことになるの？ていうかまあ9番が悪いわけじゃねえよ。騎士はどこだよ騎士は。もうほんとふざけんなよと思うわ。まあ、7番さんがわずかな村の可能性をかけて、9番さん言ってくださいって感じで、ね、はい。全プレイヤーの発言が終了しました。その何これ何これ、普通に6つってたら勝ったの。あ、9じゃんこれ。騎士乗っ取ってるわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番終了。人狼陣営の勝利です。あーこれ7が騎士、6が騎士か。もう何やってんの6は。すいません、すいませんでまた。すいません。6、 6めっちゃなんか死に見えたけど、いやー、うん、いや俺6ご主人にしか見えなかったから徹底的に変わったよ俺。8番が霊能者か。これ6嵐やろ。これいやこれ9番さんあれやろ、8を騎士と思ったんやろ。あ違うんかな。え6と9でチーミングしてるんです。え、あ、すいませんでした。僕、あれ、何でしたっけ、あれですよ。村人でした。あ、違う、石でした。クソゲーになっちゃいましたね。すいません。こういう後味悪いのやりたないからやめてや、マジで。すいません、ちょっと反省してるんで、OK ですよ。無駄に2番さんが効果してんだからよ。8番さんは、これはどういうあれやった？モブやった？あ、俺っすか。ああ、人狼を霊能に出したかったよね。あ、そうっす。でも霊能さん仕様なんで、霊能絶対釣り切り強いんですよ。これでもう 1黒出てるんで、まあ、あの場面絶対4番超えなんですよね。うんうんうん、うん、俺さすがに1黒落ちても負けると思わなかったっすけどね。ああ、なるほどね。やられたな。いや俺の狂人は終われんわな。じゃあさすがにあの7番さんが5番さんにフォーカス向けた時に狂人が確定しました。ああ、16ロロ7強9番さん目線は騎士は誰で7しか6しかねえんかな。9番さん目線、いやもうなんか相方釣られちゃったんでかけました。正直分かってなかったんですけど、俺は騎士ないよね。俺騎士ないし。1、1黒、あー、なんか騎士がいるはずやん。よく出たね、あれ。あー、対抗出ても勝負に行ったわけね。そうっすね、もう、初っ端から相方行かれたんで。うん、あ、でもこれ普通に見たら6番利敵でしょ。まあ、ちょっと利敵だね。お疲れ様でした。で、せめてさ、6番さ、まあそれはいいとして、なんで占いを守らないのよっていう話だよね。まあ、よくもないんだけど。いや、これ、けど占い守って次の日、騎士しようで、結構良かった。けど対抗出られるとロラか。ロラだから絶対勝てたでしょ。うん。なんか俺かっこよく精神至上者しようとかしたら、まあまあ、6が人狼じゃねえか、笑ったわもう。はい、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。